東京6町は、徳島県徳島市の町名。2011年1月現在の徳島市の調査による、人口は2975人、世帯数は1146世帯。郵便番号は竹6町上量が郵便番号771-4263、竹6町町尾が郵便番号771-4262、その他は、郵便番号771-4261。徳島市の南部に位置し、 高梁地区に属する。北は、宝上町、桂町、西は渋野町、南は宝町、東は小松島市と接する。主に米作を中心とした農村地域であるが、昭和53年から新興住宅地として上六団地が造成され、また近くを徳島市の中心地に通じる国道55号バイパスが開通したことにより、住宅地化が進んでいる。 上六団地の拡大化、市街地化により、上六寺周辺の集落が、当地の中心であったが、同団地に中心が変わりつつあり、徳島市営バスも上六寺前の停留所を廃止、同団地内を通過するに至っている。県有数の古刹総当州上六寺は、県指定史跡に指定されており、全州人特有のラン配置をよく残し、多くの文化財を有し、昭和58年に、 県は、宝物館を開館した。主な文化財として、国の重要文化財に指定されている、三角、本堂、観音堂、経像、木造青観音座像、剣本着色、細川茂之像、県指定文化財の特雲院書院、市指定文化財の大蔵鏡、雲蛛番がある。また上六寺には、 長祖壁本地下が、阿波富岡の牛鬼城主、新海佐熱燕を暴殺した時の血天城伝説や、万水院長兵衛と対立した、水野茂之の母である、おんの方の墓もあり、現在でも多くの観光客が訪れる。さらに、上六十裏山に点在する、上六寺古墳群、同時境内に移された図案的な盆地で有名な、伊たび、中世の城であった熊山城主などもある。 自社には、熊野神社、八幡田神社、鷹野山真言宗田林寺、総統州上六寺がある。かつては、徳島市立宮井小学校本庄文校があったが、上六団地の造成による人口急増のため収容しきれず、昭和61年に、同文校が渋野町の徳島市立渋谷小学校と統合した。徳島下両家、コミュニティセンターが設けられ、 高両地区の社会教育活動の中心となっている。勝浦川に沿って、徳島県道212号、新居浜勝浦線が通る。江戸時代から明治22年にかけて存在した、勝浦郡の村。徳島半領村高は漢文4年の高辻町675国、あまり、強方元年の高辻町と天明7年の高辻町も、同行。 天保合長百三十国余り、休校給料九百四十九国余り、内倉入地二百八十九国余り、上六寺良百九国余り、残余は、奈良一長蔵羅藩市十名の地行地となっている。なお、文化十年の阿波国村村五高都町では八百八十七国余り。阿波市によれば、高知は陸連が、上等三十町二単余り、中等一町三単余り、 加藤三丁八端余り、水田が上等三十丁二端余り、中等二十三丁一端余り、加藤十一丁六端余りと見える。また、漢方神社町によれば、神社に十二社権現と八幡宮があり、その別党は田林寺と見える。他に、上六寺がある。上六寺は、白地元年の創建と言われ、境内から平安時代の河原が出土した。あとに、 阿ワコ森七代、細川茂幸が、金岡要件を招聘し周波を、総当州に、改めて中高解散し、ガランを整備した。寛永六年の本堂再建をはじめとして、多くの再建、改修の手が加えられた。当村では、勝浦川下流の肥沃な土地を利用して、米麦が多産された。幕末から明治維新にかけて米のベリチュータが、寺小屋を開き、 30人余りを集めていた。明治4年に徳島県、同年名刀県、明治9年高知県を経て、明治13年に再び徳島県に所属。明治8年に本庄小学校が開校されたが、明治19年に宮井小学校に統合された。明治22年に高両村の大技となる。明治22年から昭和27年にかけての、 勝浦郡高陽村の大あざなで、昭和26年からは、徳島市の大あざなとなる。明治23年に本庄、渋谷、旗を管轄する本庄駐在所が置かれ、大正6年に本庄巡査駐在所と改称。昭和9年に、国鉄小松島線の簡易停車場、上六駅が、田谷両村の建設資金一部負担により、当地に営業を開始した。 昭和10年の校舎客は16,506人であったが昭和15年に廃止された。明治31年に高良高等学校が宮井小学校と合併し、宮井に宮井神城高等小学校となり校舎を増築した。昭和42年に宮井神城小学校の本城文教場が設置された。元は徳島市本城で昭和27年により、 現在の町名となる。米作を中心とした農村地帯であるが、宅地造成が進行し農業経営は減少しつつある。昭和27年の世帯数は193世帯、人口は1,105人。これ以来人口は減少しつつあったが、昭和53年に新興住宅地上6団地が完成し、近隣に国道55号バイパスが開通したことにより、 急激に増加している。昭和56年には団地人口が旧来の人口を上回った。昭和55年の世帯数は437世帯、人口は1719人。この人口急増により、明治42年設置の徳島市立見合い、小学校本場文校は昭和61年に徳島市立渋谷小学校に統合した。町名は、 県有数の古札である上六寺の寺名を取って命名された。この寺名は、本尊聖観音座像の御岳が一条六尺であることに起因する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。徳島バス徳島県道212号、新居浜勝浦線上六寺。ありがとうございます。